こんにちは。今日は独身ゼブスの巻のね、おしまいの方へ行きまして、悟りとか自然とか心のありようとかね、そういうもの、特に自然の美しさというものに対して、日本人がどのようにこう考え、どのように生きてきたかという問題が取り上げられると思います。それで、もう私よく忘れてしまいますのでね、忘れないうちに最初にちょっと申し上げたいんですけれども、これは芦田照和さんという方がね、去年出された素晴らしい本です。こういう、これはカタクリと、カタクリっていうのは小さな花ですよね。それとそれにギフチョウが止まっている写真だとかね、これみんなこの人が撮った写真なんです。でこの人はプロの写真家じゃないんだよね。この人は週刊朝日とか科学朝日という週刊誌の編集長やっていた人なんですね。もともとは朝日新聞社に勤めていた人です。でこの方は北海道大学の理学部動物学科というね、大変面白い、あまり金になりそうもない科を出た人なんですよ。そして、朝日新聞社に入社した人、今はもう退社してでフリーの、まあ、こういう方なんと言うんですかね、エッセイストって言うんですかね、随筆を書いて、でこの人の随筆はもう、まあ、ずば抜けてますよね。写真でこの自然の小さな動物とかね、綺麗な花とかこういうのを紹介して、そしてこの植物に関連したこう歴史とか、文化とかね、そういうものをエッセイに書いてる。でなんでこんな話今してるかというと、5月の8日に私がやってる新入会で、一日結集というのをやるんです。いつも5月になりますとね、一日だけ、珍しい大きなお寺を借りて、でそこでお話聞いたりね、私ももちろんお話しますし、そして一日和やかに過ごすんですけども、今年は小田原に、秋葉の火祭りで有名な両角院というお寺があるんです。でここは小田原駅から箱根登山鉄道に乗って一つ目の小さな駅ですがね、板橋宿というところなんです。そこに大きなお寺があってね、そこ珍しい修験道のお寺、山伏さんのお寺、それで毎年12月だったから火を焚きましてね、そして素足でその上へ渡ったりね、火伏せのお寺なんですね。ですからみんな火事を予防するお守りとかね、お札なんかもらうとこなんですよ。それ以外何もしないお寺なんですけどね、一年に一遍だけそれやる。そこのお嬢さんがうちの会ずっと来ていらっしゃるんで、でこの間一体どういうお寺に住んでるんだいって、それで家内と子供連れて行ったんですがね、もうあんまりいいとこなんでびっくりしましてね、すぐ決めちゃったんです。そこでやるんです。で何でも5月になりますといろんな花が境内に咲くらしいですね。広い境内のもんで、でそこでこの方に来ていただいて、お話を聞くわけです。でスライドでこの方が撮った写真を写しながらねお話してくださるんですがね、もう僕は今から楽しみにしてるんです。一日結集は大体その土地の名前を取って、例えば高岡結集とかね、そういうふうな名前ついてるんですけど、今度だけは花の結集というね、すごいシャレた名前シャレてな名前だけかもしれませんがね、そういうのをやりますので、5月の8日第2日曜日です。皆さんも体がお飽きでしたらぜひ来て、こういう方のお話聞いてください。僕はその後でまたもう一度お話しますけども、芸術家っていうのはね、それは誰だってその
美しいものは美しいと思うんですよね。そしてある程度の歌を作ったり、それからまあある程度の詩を作ったりすることはできるんだけども、こうピタッとくる人っていうのはめったにいないんだよね。私は思うんだけども、その詩を作ったり歌を作ったりする人はね、自分の心の中にもうすでに風景があるわけですよ。でそれを歌いたいんだよね。でもその自分の心の中でこんなことを思っていますというのを詩に作ったってね、日本人は詩とは認めないんです。そこは日本人のなかなか厳しいところですよね。で詩とか芸術とかいうものはね、対象がなくちゃいけないんだよ。だから自然の風景の中にそれがなくてはね、そしてそれを描くんでなかったら芸術ではないんだよね。でその外界の自然の中の美しさを描いただけじゃ芸術ではないんですよ。そんなことなら写真撮りゃいいんだ。それなぜそのね、油絵で描いたり水彩で描いたりするかって言えば、それは自分の心の中に同じ風景があるからですよ。だから芸術家っていうのは自然の風景を借りて自分の心の風景を語っているんです。でもそれがね、去年考えたことが今年ね、景色の中に見つかりましたので、なんて言ったんじゃね、こんなものは月遅れだよね。だからピタッとしてなくちゃいけないんだよ。ところがなかなかそうピッタリはいかないもんですよね。皆さんだってね、詩人と同じことは考えるんだよね。花の命は短くてなんてのは誰だって考えるんだけどね、ところがさ、その林芙美子がね、もうああいうの言うとだね、ちくしょうめと思うんだよね。あれだったら私だって考えたって言うんだけど、それも10年ぐらい前の話でね。それで私だってそうなのよなんて言った、あんたみたいなババアがいくら言ったってね、ダメだよなんて言われるのが関の山だ。もし林芙美子さんが生きていてね、今いくつになるか知らないけどもね、70いくつのばあさんになって、それで花の命は短くてなんて言ったって、誰もあんまり感激しないと思うね。あれはあの時期に歌ったからですよね。つまり人間っていうものは自分の心の景色と外の景色と一つにならなくちゃね、芸術とは言わないんですよ。そこが僕は日本人の厳しいところだと思いますね。皆さんならだって詩人やね、絵を描ける才能のある人はたくさんいると思いますよ。だけどもそうはいかないんだよね。なかなかそうはいかない。こう見えても小学校の時は絵が上手でしたなって言ったって今誰も認めないんだよね。それじゃダメなんだよね。今どうであるかっていうこと。すごく言うの忘れたけども、その、心の世界と心の景色と同じ景色を外界の中にそれがあって、ね、そこへピタッと行けるってことがすごい。いけないんですよ、なかなかね。まあそれがピタッと一致するようになってて、自然がその芸術家の来るのを待っているような人というのが、それが本当の芸術家というんじゃないでしょうかね。さて、国心是仏の脇やりましょうか。これは一番最後のところに、その時、延納元年5月25日、要修寺合理観音通り交渉法輪寺において実習とこう書いてありましたね。延納元年1239年5月25日に書いたんですね。いや、書いたというか実習ですから、その大衆に示したわけです。これはもう一番最初の頃読みました一家明寿という素晴らしい巻の次の年です。で、この即心是仏という題なんですけれども、これは心が仏だという意味ですね。心すなわちこれ仏ですね。で、この即心是仏という言葉によく似たの即心成仏というのは、これは今の体のまんまで成仏するということですけども、まあこれと親戚みたいな言葉がこの即心是仏ですね。
この成仏も是仏も同じことなんだけども、心が仏だという言い方ですから、もうこちら端的ですよね。でこれについては道元さんがですね、心が仏だという考え方は大体誤って伝えられてきているので、その誤りを正したいという意味でこの教えを、述べているわけです。でこの皆さんの思っていらっしゃるテキストの38、39ページはこれは道元の考え方ではなくて、即身是仏ということに関する下道の考え方、つまり道元の考え方じゃない考え方がここに説かれているんです。ですけどもこれをよく読んでいるとですね、日本人が常識的に持っているその考え方が大体この考え方なんですね。人間には魂があってね、体は死んでも魂は死なないとかね、それから人が死んだ時にあの人は成仏しただろうかとかね、成仏しなかったとか、そういうこと言いますでしょう。人が死んで成仏したかしないかっていうことを取り上げるのはね、その人の中に魂というものがあって、その魂が行くべきとこへ行けば成仏したと考え、変なとこへ行けば成仏できなかったと考える、こういう考え方の基本がこの38、39ページに書いてあるわけだ。でも道元はそれを認めないわけですね。考え方としてはこの38、39ページに書いてあることの方が分かりやすいんです、ね、おそらく皆さんはこの2枚の紙の前の紙と後の紙とどっちが分かりやすいかといったら前の紙の方が分かりやすいと言うでしょう、そしてこの即身是仏の巻を読み終わったとしても、それでもやっぱり最初の1枚目の方がなんとなく面白いと思うと思います。それぐらい日本人の心に染みついているんですよね。まあ読んでみましょうか。仏仏祖祖いまだまぬかれず保任し来たれるは即身是仏のみなり、近あるを祭典には即身是仏なし、新端に初めて聞けり、学者多く誤るによりて小尺受尺説、小尺受尺せざるゆえに多く下道に零落す、昔から出られた仏様やお祖師様、それが仏仏祖祖ですね、多くの仏祖は一人の例外もなく保任し来たれるわっていうのは保ってきたっていうことですかね、即身是仏という考え方を保ってきたのだ、仏祖と言われるほどの人はみんな即身是仏ということを考え教えてきた。ところが祭典には即身是仏なし、お釈迦様が出られたインドでは即身是仏というような言葉はない、これが初めて見られるようになったのは新丹シナ、つまり中国においてだね。中国に入って初めてこの即身是仏という言葉が聞かれるようになった。そこで学者は、まあ、学者といってもこれは仏教を学ぶ者はですね、仏教を学ぶ者は多く誤るによりて、どうもその矛盾がよくわからない。どうしてインドにないものが中国にあるか、これ矛盾ですね。大抵そういう矛盾につまずいてしまう。小尺受尺、これはまあややこしい言葉で、尺というのはヤスリなんですね。ヤスリというのは縦の目と横の目とありますでしょう。縦の目と横の目が矛盾していて、そして統一していてすり下ろすことができるわけでしょう。でこの小尺受尺というのは
矛盾をもって矛盾を超えるという意味だそうです。日本語じゃないですかね、こんな難しいことはね。だからたとえ矛盾があったとしても、その矛盾をもって矛盾を超えるということがあるのに、それができない、それができないもんで下道に落ちぶれてしまう。世の中なんていうのは矛盾だらけですわね。でその矛盾していることが超えられなかったら、そしたら下道に落っこちるしかないわけだ。矛盾があったって矛盾を持って矛盾を超えるとか、敵の刃を取って相手を倒すとかね、でこういうことができなくちゃ、その一番大事なことはわからない。大体もう一番大事なことというのは矛盾した言い方しかできないんですね。永遠の生命なんて言いながらお釈迦様は80歳で死んでしまう。なんで永遠の生命を説く者が80歳で死ななくてはならないか。これも矛盾ですけども、そういうものを逆手に取っていくとね、そうすると永遠の生命という面白さが分かってくるんだけども、まあ、なかなかそうはいかない。さて即身是仏の話話を聞いて、愚かな人間知人思惑は衆生の旅地年覚の身仏母大臣なるをすなわち仏とすと思えり。旅地年覚というのは、これはあの仏教でよく使う言葉です。心の働きという意味です。心がいろんな働きを持っています。それを旅地年覚というんです。身仏母大臣というのは、仏母大臣を、母大臣を未だ発せずで、母大臣というものを起こしていない人間のことです。母大臣を起こしていなくても、その人間の旅地年覚がそのまんま仏だと思っている。これはかつて少子に会わざるによりてない。こんな間違いを起こすのは、正しい師匠に会うたことがないからだ。さて、下道の類となるというのはどういうことかというと、最天竺国に下道あり、インドにセーニアという名前の下道がいた。このセーニアというそのバラモンの考え方は、彼が賢者の曰く、大道は我らが今の身にあり、大道は自分たちの身の中にある。そのありさまは、その体たらくは、たやしく知るぬべし、すぐ知ることができるだろう。すなわち、苦楽をわきまえ、苦しいとか楽しいとかいうことがわかり、冷暖を自知し、冷たい暖かいということがおのずからわかり、痛痒痛いのとかゆいのとがちゃんとわかる。万物に冴えられず、冴えるというのは、障害物の障という意味ですね。何者にも妨げられず、諸境という、この境というのはですね、対象という意味ですね。どんな対象にも関わらない。人間は自分の対象によって左右されると言いますけども、その対象に引っかからない。物は去来し、存在するものは消滅し、今日は対象は消滅するけれども、霊というものは常に存在して不変である。この霊が広く行き渡っている。この霊のことを即身是仏と言ってるんですね。で、凡生ですから、凡夫と聖人とを選ばない。凡夫でも聖人でも霊というものはある。元霊というのは、生命体ということですね。生きとし生けるものと隔てがない、その中にしばらく
中にはしばし古毛の空下ありといえどもというのは、古毛のことに迷うこともあろうが、人というものは霊知を持っているんだけれども、時々は古毛のことに幻に迷うということもあるだろうが、一年相応の知恵現れぬれば、その人間の心の奥にある魂、それが真実の知恵にと言うんだけれども、人間の一年がその真実知とピタリと一つになったら、存在もなくなり、対象もなくなり、霊知の本性ただ一人寥々として増しますのだ。たとえこの身は破れても、たとえこの身は死んでも、霊知は破れずしていずるなり、霊知というものは死骸から出ていくのだ。例えば人の家が失火で焼けるとき、例えば忍者の失火に焼くに車種入れて去るがごとし、そこの家の主は燃える家から出ていくようなものだ。この霊知は少々として明らかである、霊々としてあるというのは、霊妙不思議なものとして存在している。これを各者知者の性と言っている。これを仏とも言い、悟りとも称している。自他同じくそれを備えており、名語ともに通達せり、迷っている者も悟っている者もいずれもこれを備えている。万法諸経ともかくもあれ、一切の存在がどのようであったとしても、霊知は対象と一緒ではない、物と同じでもない、略行に成就なり、とこしえに変わらん。今現に存在しているもろもろの対象も、霊知の所在によらば、霊知と関わっている限りは真実ということができる。だからすごいうまいこと言ってありますね。だいたいその存在するものなんてものは、これはすぐ変化していくものだけれども、霊知に関わっている限りでは真実ということができる。本性より演技せるゆえにはっていうのは、本性に関連して存在しているのだから、それは真実の存在である。法というのは存在という意味ですね。そうは言っても、たとえしかありともですね、そうは言っても霊知のように常住なものではないのだ。尊物するがゆえに、生じたり滅したりするがゆえに、明暗にかかわらず霊知するがゆえに、霊知の方は明暗にかかわらず、消滅にかかわらず霊知するので、これを霊知というのだ。また真我とも称し、格言とも称し、本性とも称し、本体とも称するのだ。このような本性を悟ることを常住に帰りぬるとも言うのだ。真実の大師とも言うのだ。これを悟った後は、さらに生じに露天せず、不生不滅の生界に承入するのだ。この他は真実ではない。この性が現れない限りは、三界六道の流転は尽きることがない。これが千逃げ道、千逃げというバラモンの唱えた説である。ここだけ聞いてると、もう誠にこうもっともみたいな感じしますね。さて、大東国大小国史越中和尚、南洋の越中という方ですね。大小国史越中和尚僧に問う。いずれの方よりか来たる。どこから来た。僧曰く、南方より来たる。師曰く、南方に何の知識かある。お前南の方から来たと言ったな。
南の方にはどういう先生がおられるかな。そういわ、知識すこぶるおし。いやー、偉い先生方がたくさんいらっしゃいます。しいわく、遺憾が人に示す。その偉い先生方は何と言って人に教えているか。そういわく、彼方の知識は直下に学人に即身是仏と示す。直下に即身是仏と示す。仏はこれ格の儀。仏というのは悟りということです。如今、ことごとく検問各地の章を愚す。何時今、ことごとく、お前はみんな検問各地する章を持っておる。この章をよく、曜日春目し、眉を上げてまばたきをし、去来運用、過去未来を駆け巡り、心中にあまねし、体の中をあっち行ったりこっち行ったりしておる。検問各地の章というのがね。で、それが頭に降るれば、頭にそれが触れたら頭が知るのだ。足にそれが触れたら足が知るのだ。家にそれを小変地と名付けるのだって嘘ばっかりなんだね。もうこんな嘘はすぐ上がるんですけどね。こうやられてみると、あまねく知るってのはそういうことだって言われると、へえと思うでしょうね。これを離れてのほか、さらに別物なし。これを離れて別に仏というものがあるわけではない。この身すなわち消滅あり。この身はすなわち消滅あり。しかし、心性というものは、無始以来、いまだかつて消滅せず。身の消滅は、竜が骨を変えるようなもんだ。竜は骨を変えるんですかね。竜の骨をかぶるがごとく、蛇の皮を脱出するに似たり、あるいは人の骨格を譲るに似たり、人が古い家を出ていくのに似ている。すなわち身はこれ無常にして、その性は常である。体は無常であるけれども、その本性は常住である。その常住である本性のことを即身是仏と言っているという南方の諸説、おおよそ格のごとしという返事をしました。そしたら永中国師が、C は、もししからば、かの千逃げ道と差別あることなし、与えるという字は漢文では等と読みますので、かの千逃げ道と差別あることなし、それじゃあお前、千逃げ下道とちっとも変わらんじゃないか。彼は言っている。我が子の心中にいつの心性あり、心性ありでもいいですかね、神様のような性質がある。この性はよく通用を知る。痛いかゆいというのを知る。身得するの時、心得の時、心すなわち入れて去る。体が死ぬ時はその心は出て行ってしまう。ちょうどそれは、焼かるれば、車種、いでさるがごとし、家が焼けたときに、その家の主人公は焼けないで出ていくようなものだ。車はすなわち無常な、家は無常であるが、車種は常住である。格のごときものを信するに、信するというのは、よく調べてみると、邪性を弁ずることなし、いずれか、これをなさんやというのは、これはちょっと違いまして、これという字は是という字に書いた方がいいですね。違本は是になっています。いずれか是となさんや。我が遊歩の頃ほい、私が全国を遊行して歩いている頃、多くこういう連中を見た。こういう連中が近頃最も盛んだということだ。この連中は3,500種を受客して、300人、500人と弟子を集めて、運官を目視して、目運官を見てというのは、それらをずらりと見渡して、いわく、これが南方の禅の本旨であると言っている。そして、他の断行をとって、六祖断行というお経ですね。六祖断行をとって、これを開館し、
勝手に書き改め、天獣、被弾を天獣してというのは、卑しい物語を付け加えて、正義を削除し、六祖の正しい考え方を削除して、高等を惑乱す、後世の弟子たちを惑わしておる、兄権教となさんや、こんなものが仏教者の教えと言えるだろうか、苦しいかな我が衆そう死ぬ、なんと悲しいことだ、我が衆は滅びてしまった。もし検問各地をもってこれを仏性となせば、この連中のように検問各地が仏性であるなどと言ったら、上妙に、上妙というのは有意魔行のことですね、上妙に法は検問各地を離る、法というものは検問各地を離れておる、もし検問各地を行せば、人間の知覚ですね、見たり聞いたりしているその感覚を行じて、もしそれが行だというのなら、これすなわち検問各地にして法を求むるには新たになり、そりゃ検問各地というものであって、霊地だとか本性とか悟りとかいうものとは違うと書いてある。こうやって越中国師はぶったたいたわけですよ。人間の検問各地なんてものはね、そんなものは何でもないです。検問各地に過ぎないです。だから私らが頭が良くて、いろんなものがよく見えて、よく聞こえて、よく感じてなんていうものは、それはね、どんなに早く検問各地したって検問各地に過ぎない。もう徹底的にやっつけてますね。それは仏教の勉強なんかするってさ、頭のいい人はどの本にはどんなことが書いてある、フランスの学者はこう言ってるとかね、仏教の学者はみんなそうだ、それは何だって言ったら、南洋の越中国師は検問各地、検問各地と悟りとは別のもの、いくら検問各地が優れても検問各地は検問各地に過ぎない。大聖国師は総計古物の上足なり、天上人間の大善知識なり、国師の示す創始を諦めて山岳の機関とすべし。大聖国師は総計古物、六祖慧能ですね、中国のお坊さんは六祖慧能という人をものすごく高く買うんですね。大体もう六祖の時に南方禅と北方禅に分かれてしまいましたからね。それで南方禅というのは直感というものを重んずるし、北方禅というのは修行して勉強して悟りを開くというのを重んじたんですね。で、東大の禅はもう南方禅、その六祖の禅ですから、総計古物六祖慧能様の上足のお弟子さんだ、天上人間の大善知識だ、その人の言う創始を諦めて修行の鏡としなさい。さて、その次の文章は読めば読むほど多分分からなくなると思いますので、そこは読まないことにして、40ページのおしまいから3行目、いわゆる正伝知来たれる心というは、そこから読みましょう。いわゆる正伝知来たれる心というは、一心一切法、一切法一心なり、この家に個人曰く、もし一心を知き得せば、大地に寸度なし、知るべし心、心を知き得するとき、外天木楽し、装置劣発、あるいは心を知き得すれば、大地さらに厚さ三寸を増す、古徳いわく、そもさんかこれ明星明心。いや、難しい。そもさん、そりゃ、そもさん、鉄板って落語にも出てくるんですよ。ね、そもさんかこれ明星明心、天が大地、日月精神、明らかに知りぬ、真とは天が大地なり、日月精神なり、しかあれどもこの同種するところ、
進めば不足あり、退くれば余れり。天が第一、神は天が第一のみなり。さらに波浪なし、風炎なし。日月精神、神は日月精神のみなり。さらに霧なし、霞なし。生じ古来、神は生じ古来のみなり。さらに明なし、語なし。障壁画略、神は障壁画略のみなり。さらに低なし、水なし。いやー、この辺は名文ですね。もう道元はこう乗っていますね。さて、仏々外が昇殿してきた真というのは何かというと、一心一体法、一体法一心というものだ。一心に即して一体法があり、一体法に即して一心がある。一心が一体法であり、一体法が一心なのだ。だから人間の心の中に霊というものがあって、体が死んでも霊は残るなんて、そんなケチなことは言わないんですよね。この世界全体が真である。この一心は世界全体である。これ忘れるとちょっとまずいですよね。だって人間の体の中に魂というものがあって、体は死んでも魂が残るなんてのはケチな話ですよね。そんなこと言っちゃいないんだよね。一心というものはこの世界全体だって言ってる。心という字を使うんならそれぐらい考えろっていう。もし人心を識得せば、この識得という字に、識という字に徳という字が書いてある。この識得というのと識というのは違うんですよね。もし知るという、真を知ればといったら、これはね、無明行識という十二因縁の三番目、人間の迷いのもとと言われる識になるんです。だから知識として知るんじゃないんです。徳という字がくっついている。徳というのは悟りってことですからね。だから知ることが悟ることなんだから、真というものが本当に分かったら大地に寸度なし。この大地の中に、ここが日本で、ここが中国で、ここが海で、なんていうのはね、そんなことはないんだよね。大地ってものがあるだけで。